伊藤純也さんの代理人弁護士が加藤さんですよね、加藤弁護士。それについて2億円の民事訴訟を A 子 B 子に対して起こした。それに対していろいろ言ってるんですよね。紀藤正樹弁護士とか、ゴンゴスまで清原弁護士も、まあ、同じようなこと言ってたんです。まあ、要はスラップ訴訟なんじゃないかっていう話ですよね。紀藤弁護士ってあれですよね、あの統一教会の。メディアの取材源のみを訴える訴訟は典型的なスラップ類型の訴訟ですと指摘。現実を見抜くプロであるメディアが掲載しなければ表面化しなかった事案ですから、市民だけを提訴する訴訟は取材源としてメディアを分断させる戦略が見え隠れし、今後の同種の市民活動を萎縮させる懸念がある。真実追求というなら週刊新潮も合わせて訴えるのが筋で、取材源を守る立場である新潮の出方もこの訴訟を注目されますと。またなお裁判所では仮に不当な訴訟と認められると、市民は払いきれない2億円と巨額な賠償請求であることを考えると、最終的に裁判所で認定される真実の内容にもよるが、被害者側の反訴請求をすることで伊藤氏代理人の加藤弁護士にも逆に損害賠償等が認められる可能性もありますと。僕はスラップ訴訟ではないと思うんですよね、そもそもね。木原さんも同じようなこと言ってたけど、綺麗事だなっていうふうに思うんですよね。よくコメンテーターで出てる弁護士さんって、弁護士資格を持ってるタレントさんだと思うんですよね。木原さんにしても、八代弁護士にしても、萩谷舞子さんにしても、ね。あんだけテレビに拘束されてたら裁判所なんか行く時間ないですからね、もう完全に。でしかも、ああいう人って肩書きとかはめちゃくちゃあるじゃないですか。まずこの裁判って、民事って、紀藤さんは、声を上げづらくすると取材源をやるから、松本人志さんは週刊文春を訴えてますよね。で、取材源は訴えてない。でもこれは全く違うと、告発してる A 子 B 子を訴えてる。だからスラップ訴訟だって話でしょ。でもこれって取材源を訴えてるんじゃないんですよね。もともと悪意があって取材させてるというか、ネタを売ったわけじゃないですか、 A 子 B 子は。本来は週刊新潮に言わなくてもよかった案件ですよね。もともと弁護士としてやり合ってた話ですが、これって。明るみに出たとかそういう問題じゃなくて、もともと6月にそれがあって、9月ぐらいに伊藤純也にやられたと急に言い出して、じゃあ100万円で片付けようって話して、陰でやってたのが、100万円じゃ金足んねえぞって話になって、で、物別れになってた。そして12月ぐらいに、今度は、B 子も私もやられたって言い始めて、え？どうなってんのこの話っていう風になった時に、じゃあ刑事告訴するぞという。警察に告訴状を、受理されたと同時にその日にですよ、週刊新潮に言ってるんですよ。完全にこう、前段階で悪意があって週刊新潮なんですよ。松本さんとは違うんですよね。松本さんは刑事告訴してるわけでもなく、週刊文春が発端で広がってるんですよ。だから松本さんは多分その、取材源となったら A 子 B 子すら知らないんだと思うんですよ。接触ないから。で、だから週刊文春を訴えるしかない。この話は全く違いますよね。本来ずっと弁護士としてやり合ってたんですが、何ヶ月も。最終的にいろんな人間が、この女性側に、A 子側に、わけわかんない、なんかスポンサーって名乗る男が出てきたり、B 子もやられたっていうようになってきたり、で、弁護士が変わって、じゃあ刑事告訴して、それ週刊新潮に持ってくっていう、悪意がある流れになってるわけです。しかもそれが、アジアカップを待ってたかのように合わせてやってくるわけですよ。でそういうのを考えたら、スラップ訴訟じゃなくて、確実にこれは、加藤さんは悪どいって思ったからやってるんだと僕はそう認識してますけどね。萎縮させるとかそんなんじゃないです。もともとやってることが悪すぎるっていう話じゃないですか。ちゃんと弁護士同士でやり、会えばいいだけの話を。なので、これは別にスラップにはならないって。その経緯さえ分かってれば、スラップって言わないと思いますしね。と。あと、もっと言うと、この加藤弁護士なんですけど、どういう視点で見るかだと思うんですよ。まあ、世間一般はどう思うか分かんないですね。こんなにメディアに出て、いろいろ出まくってどうのって話もあるし、手の内言い過ぎなんじゃないか、怪しいとか、いろいろあるじゃないですか。でも、加藤さんっていうのは、みんなのためにやってるわけじゃないんですよ。伊藤純也のために、伊藤純也がこう勝たせるためにやってるんですよ。これってね、もう本当にテレビで言ってる綺麗事という弁護士さんたちはもう額面通りの話しかしませんけど、
争ってる本人、例えば伊藤純也からすると、これって、まあ、要は現代の法治国家における生きるか死ぬかの戦争なんですよ。あの、遊びでやってるわけじゃないんですよね。下手したらもう伊藤純也という一人の偉大な選手がここで選手生命絶たれて、まあ殺されたとも同じような状況になっていくわけですよ。その戦いに本当に、だから明日をも知れない伊藤純也は自分が死ぬかもしれないようなところに自分の代わりに身を挺して体を張って戦ってくれる、喧嘩してくれる人に頼んだってわけですよね。だから加藤弁護士はその分何のメリットもないじゃないですか。自分があんなに表立って自分のところに帰ってくるわけですから、加藤さんも加藤弁護士も相当バッシングされてるじゃないですか。でもそれを思ってやってるってことは、僕は伊藤純也の気持ちを考えてみると、いや相当頼りになる人だなと思ってると思いますよ。だってあそこまでいろいろね叩かれながらも伊藤純也のために体を張って喧嘩してくれるわけですから、あのどんな手を使ってようがスラップ訴訟だろうがなんだろうが、これって本当に、まあ、時代が時代ならもう本当殺し合いなんですよ。これはだからどんなことをしても勝たなきゃいけないわけですよ。法治国家なので弁護士しか代わりはできないわけですよね。法律で戦うわけですから、もう法律で戦うというよりは頭を使っての戦争なんですよ。だから綺麗事ではもう物事はつかないんですよ。僕もね、自分の経験上で、いろいろと弁護士さん使ったことありますけど、やっぱり一番頼りになるっていうのはちゃんと戦う人ですよね。戦う意思を見せる人、自分の代わりにちゃんと喧嘩してきて、しかも勝ってくれる、勝とうとしてくれる人が頼りになるわけで、それが別に肩書きなんかどうでもいいですよ。どこどこ大学出身だとか、元検事だとか、元裁判官だとか、そんなものどうでもいいんですよ。依頼者の身になって、依頼者の代わりに、絶対に勝ってくるぞっていうような頼りがいのある人であれば頼みたいんですよ。で、加藤さんは、僕はもう完全に伊藤純也は加藤さんに対してそういう信頼感を持ってるなっていうふうに見てるし、加藤さんじゃなければ、本当に週刊新潮の言われたまんまで、まっちゃんと一緒で、伊藤純也は、悪者で終わってますよ。レイプまで終わってますよ。でも、今半々ぐらいに世論になってるじゃないですか。僕も含めてね、YouTube で。いや、これちょっと怪しいんじゃないのってやっぱり言い始めてる人たちが増えた。それは加藤さんの功績だと思うし、加藤さんって元のやってた仕事ってね、駿河銀行とスマートレイズ、カボチャの馬車の、それの被害者側の、被害者団の弁護士。被害者がいっぱいいたんですよね、あれね。何千億の被害なんで。代表弁護士をやってたんですよ。駿河銀行とかスマートデイズを訴えて、不正融資だって話で、戦いやってる。その、カボチャの馬車の話っていうのは、被害を受けてるというか、借金背負わされた一般の人たちが、まあ、何百人といるんだけど、その人たちからしてみたら、一瞬にしてね、もう億単位の借金を背負わされるんですよ。一般のサラリーマンが。もう生きるか死ぬかじゃないですか。中にはもう自殺した人もいるわけですよ。だからその生きるか死ぬかを背負って戦った経歴のある加藤弁護士ってのは、もう僕はものすごく頼りがいがある人だなと思いますよ。まさに生きるか死ぬかっていう訴訟ってのはあるんですよ、世の中に。で、それをやってきてる人なので、まさに伊藤純也は今そういう背水の陣で、挑んでるんだと思うんですよね。依頼してるんだと思うんですよ、加藤さんに。そう思えば、僕はもう加藤弁護士がやってることは何ら間違いはないと思って見てますけどね。頼りがいがある人だなと思って見てますよ。